おはようございます。ソンパナカです。今日はね、青森にちょっとね泊まったんですけど、朝からねラーメン工藤さんでねラーメン食べたいと思います。ちょっと有名かどうかちょっと分かんないんですけど、ちょっと調べてきました。いただきたいと思います。素朴やな。いただきます。美味しかったです。やばい、ごちそうさまです。はい、はい、お疲れ様です。ソンパナカです。今日はね、青函フェリーに乗りました。これこっち青函フェリーで、ここ津軽海峡フェリーです。はい、天気めっちゃいい、晴れ男。こっから函館までなんか4時間弱ぐらい、はい、船に乗りますね。ということでね、ちょっと4時間弱ね船旅を楽しみたいと思います。北海道見えてます。あれ北海道ちゃうかね。はい、こんな感じです。ベリー、あのサンフラワーみたいにね、あのめちゃくちゃ大きくないねんけど、でも大きいベリー。はい、ほんならね、今から客室に行きます。ではこの階段上がって、ドライバーさんは結構もうトラックで休んではる方は多いから、まあこんな感じでね、いっぱいトラックなんかいっぱい止まってます。車向こうの方です。はい、じゃあね、客室に行きます。よっしゃ。はい、じゃあここ入ります。よいしょ。あー、涼しい。はい、じゃあ青函フェリー入りました。あ、ここはあれですね、サンフラワーもこんな感じで上がっていく感じ似てますね。はい、じゃあね、ちょっと一回どんなんかな、一回を見てみましょう。はい、ここは、こちらは軽食コーナー、テレビコーナー、バリアフリー客席です、はい、こんな感じでね、電子レンジとお湯があります。このお湯があるということは、機械があるということは、この自販機にカップヌードルの自販機があるんじゃない。 ありました、ね、もう船に乗ったらね、もうカップヌードルこれ鉄板ですよね。
なんか北海道限定とかは特にないんかな。はい、こんな感じです。カップヌードルの自販機あって、あと、はい、各種自販機があって、お菓子の自販機もあります。こんな感じで、どうなってんの。こっちが二等室 C です。ちょっとこんな感じで雑魚寝するような感じで、でからこっちが二等室の席、あ、こっちは椅子ですね。こんな感じ、椅子があって、で、こんな感じなんや。じゃあちょっとね、デッキに出てみたいと思います。まだ出発前です。はい、あの俺乗ってんのは青函フェリーやけど、向かいには津軽海峡フェリーが止まってます。ほんで、お、もうこれ船動き出しましたね。はい、船動き出しました。出発します。北海道はどれだ。はい、ということでね、青函フェリー函館に向かって出航しました。ちょっと動いてる感覚ちょっとまだないんですけどね。はい、もうね、動き出しました。楽しみです。はい、今ね、青函フェリーめっちゃ気持ちいい。今ね、青森から北海道まだ見えないです。多分そっちはなんでしょうか。ちょっと分かってます。出発して、ポップで函館に到着してます。向こうは青森やったんですけど、この方が函館に向かって走ってます。北海道が函館に到着で下船になります。北海道来てしまいましたね。はい、ということで、そしたらね、車に戻ります。はい、見えますでしょうか。今日はね、この青函フェリーのはやぶさに乗ってきました。はい、あのサンフラワーほど大きくないんですけど、でもすごい楽しめました。ありがとうございます。お、あの前からわーってトラック出てきた。はい、ここから出入りして、ここが出ました。はい、と、はい、いうことでね、こちら、今日は青函フェリーのはやぶさで、北海道函館に、来ました。はい、じゃあこの後ね、楽しみたいと思います。後ろにね、セイコーマートが見えてると思うんですけど、ね、僕ね、今北海道に来ています。ちょっとみんなには内緒にしとったんですけど、北海道に来てます。はい、ということでね、セイコーマート来ました。ということでね、セイコーマートちょっとね、買い物したいと思います。ね、撮影許可もらったんで、ちょっと、うわー、もうこれをもうお酒、もうお酒屋さんやろこれ。セイコーマートのコピー機です。セイコーマートのトイレットペーパー売ってます。セイコーマートのティッシュペーパー売ってます。これ買うて帰ろうか、これ買うて帰ろうか、これ買うて帰ろう。セイコーマートのトイレットペーパー、じゃあティッシュペーパー、はい、ということで、このセイコーマートのティッシュペーパー買って帰りましょう。さあ、お酒売り場、ドリンクコーナー、はい、ドリンクコーナーもめっちゃ綺麗、すーごい。はい、この辺がお菓子コーナーで、いっぱいいっぱいいっぱい
すごい。うわ、いっぱいにいっぱい品置いてますよ。すごいな、コンビニなのにそばとか麺も売ってる。あ、もうここだけであれやな、ラーメンできた、できてまうな。アイスクリーム、アイスクリーム売り場に上にレトルトの食品を置いて、うわすごいなこれ。うわぁ、北海道小豆とか置いてます。何これ、北海道チョコクッキーバー。何これ、セイコマートのアイスクリーム、北海道メロンモナカ、すごいな。とりあえずねコーヒー買いましょう。一応安定のエメロードマウンテン、これを買いましょう。で、セイコーマートのラーメン、ここセイコーマートのラーメンばっかり置いてる。ほらもうな、若干日清の方が負けてるもんな。ちなみになんか日清の工場そこにあったわ。これやろ、北のポテトサラダ、この北のポテトサラダ、これを買うしかないな。うわー美味しそう。あ、今ちょっと唐揚げないですね。ありがとうございました。ほんまにコーヒー冷やしてるわ。すごいな。このカップそば、ほんまにカップに入ってるわ。すごいな。お仕事で来られたんですか？仕事も兼ねてなんですけど。あ、そうなんですか。はい、ということでね、ここセイコーマート、えには柏洋店で買い物しました。多分呼び方間違ってると思うけど、柏に洋って書いてる三丁目店です。はい、ちょっとほんだらこれね、パンとサンドイッチ、いやサンドイッチとコーヒーいただきます。よし、じゃあね、改めて、こちらね、セイコーマートえには柏洋店さんで、ねちょっと朝食のこれサンドイッチ、これ見て、なんか袋でペローンってめくるようありがちなサンドイッチと違って、なんていうの、もうな、容器に入ってんねん、お惣菜の容器みたいな感じ。これのサン、この北のポテトサラダサンドとね、エメマン買いました。ほんでちょっとね、お土産代わりにねこれ買いました。セイコーマートのティッシュペーパー買いました。はい、お土産で買いました。ということでね、本舗なんかね、ちょっと朝食いただきます。ちょっとコーヒー、昨日な、北海道札幌市内でガソリン入れて、んでガソリン入れて、んで兄ちゃんにこの辺に開けやすいわーって、ほんで、あ、これ開けて、ほんで、もう一個食べてる、一個食べてる間、一個乾燥せえへんように、ふわ、めっちゃ考えられてる、これ。急いで食べんでもいい。うわ、これすごいな。んで、スタンド兄ちゃんに美味しいラーメン屋ありますって聞いたら、あ、そこ桃太郎ありますよって言ってくれて、そこ桃太郎ありますよって言って、桃太郎行って、そう。ラーメンと、ほんで、餃子も美味しいですからって言って、餃子も食べてんやんか。もう美味しかったんやけど、もうな、すっごいニンニクの匂いで、もうエグかった。今日多分ニンニク臭って言われるかな。
こんな感じで。このポテトも美味しいわ。このポテト美味しい。もうなんかここの絵には柏洋店さんのチーフマネージャーにちょっと撮影いいですかって言ってお願いしたらいいよって言ってくれて、撮影させてくれました。ありがとうございます。なんか変な関西人来たなって思われてるかな。そう、うん、うん、美味しいわ。これセイコーマートのサンドイッチ、まあガチやで。ちょっと待ってな。それではですね、セイコーマートのサンドイッチが、どれぐらいね、すごいかをね、皆さんにね、お見せしたいと思います。もうね、コンビニ、まあ、コンビニのことならね、多分ね、この、まあ、トラック業界、界隈では多分コンビニのことに関しては多分僕一番、まあ、詳しいと思うんでね、皆さんにね、解説したいと思うんですが、セブンイレブンとかね、普通のチェーン店ではね、まあ、サンドイッチ、開けたらね、もう具材が見える範囲しか、見える範囲しかないやんみたいなね、ことがね、ツイッターで囁かれていますが、このね、セイコーマートのサンドイッチ、お見せしていいですか？いいですか？これ今、具材ボッコーンめっちゃ入ってるやん。あんなんもう手前だけ手前だけって思ってるやろ。まあ、そのセブンとかローソンとか、まあほんまにもうなんかこう、食べたら、なんや、奥ないやんみたいな感じで、そんなんが、ほんまによう、囁かれてるけど、このセイコーマートのサンドイッチ、お見せしますね。これが手前の麺です。はい。んで、後ろの麺。もうそもそもね、入れ物が、まあ、こんな感じの入れ物に入ってんだけど、これだけでもなんかすごい、ちょっと高級っぽい感じすんねんけど、このセイコーマートサンドイッチ、ちょっとほな、ポテト、これ、北のポテトサラダサンドやから、もう、これ北の大地のジャガイモで作られたポテトサンド、サラダサンドやねんけど、もうこんなに美味しいサンドイッチが220円なんかありえへん。もう、これもうセブンイレブンやったら、もうなんか卵、なんかもう白身の卵になんか黄色を混ぜてビューって作ったようなもう卵のサンドぐらいしか、220円でもちょっと買えないやんねんけど、知らんけど。このもう、北のポテトサラダサラダ、もうすごいで。もうね、開けちゃいますね、僕ね。開けますね。もうね、これね、もうこれ、これ、すごいよ。これ、もう、もう全面、あ、もう、見てこれ。もうな、これもう、パン全体にこれポテトついてるからな、これ。えぐいで、これ。だから、前から見たらこんなんやけど、後ろから見ても、ポテトブリ入ってる。もうすごい。これも大阪にセイコーマートできたらもう多分な普通のコンビニチェーン店潰れていくと思う、マジで。ということでね、北海道の恵庭といえば、奈良の富士トランスポートが北海道に支店を、出しました。それがね、このね恵庭市に、出店したということで、今からね、あ、転がった。今からね、その、富士トランスポート、恵庭支店に、恵庭支店じゃ、富士トランスポート、北海道支店に向かいたいと思います。